古代のランプ d ー,ーリー祭りで使われるシンプルなインドの粘土製オイルランプキリスト教のシンボル回廊をあしらったアンティーク調の青銅製オイルランプネパールカトマンズボンチのすくんだオイルランプ韓国のオイルランプタイラシンを使っているドイツのモダンなオイルランプオイルランプは油を燃料にして一定時間連続して光を生成するために使用される物品オイルランプの使用は 数千年前に始まり、今日に至るまで続いているが、現代ではあまり一般的ではない。オイルランプは照明の一種であり、伝統が実用化される以前、ろうそくに代わって使用されていた。1780年に発明されたアルガンランプは、基本的には古代のままの構造だった他のオイルランプをしばたたく、間に置き換えた。 そして1850年頃から灯油ランプに置き換えられていった。電化による伝統の普及が遅れた小さな町や農村地域では20世紀に入っても広く使用され続けた。オイルランプの燃料の原料には好みや種子など様々な植物が含まれる。動物性脂肪も広く使用されていた。実用品としての現代的なランプは 電気が使えない環境で使用するもので、ガス原料、または石油原料の専用燃料を使っており、普通の油は使っていない。したがって、今日のオイルランプは実用性よりはある種の雰囲気づくりのために使用されている。サマリアで発見された二口のテラコッタオイルランプ以下は、テラコッタランプの主な構成要素である。ランプは材料、形状、構造、デザイン、 および、イメージを含む、様々な基準に基づいて分類できる。さっさり、サンナ美術館のサルデーニャからのユダヤ人、テラコッタオイルランプランプは、トーラーや、その他のユダヤ教の文献で、マサヨシ知恵、愛や、その他の肯定的な価値観への道を照らすことの象徴として現れている。火はしばしば破壊的であると説明されたが、光は肯定的な精神的な意味を与えられた。 オイルランプとその光は重要な家庭用品であり、これはそれらの象徴性に由来するかもしれない。オイルランプは多くの儀式に使用されてきた。オイルランプとその光は、ユダヤ文化と宗教のさらなる発展とともに、重要な儀式に欠かせないものとなった。マカバ駅に記述されている、第二神殿の儀式用の七枝のオイルランプの軌跡の物語は、現在、光の祭りと呼ばれる。 ハヌカわの中心となっている。スモレンクスのセーメルクリウスのイコンの前で灯されている、オイルランプ。ウクライナ、キエフ、ペチェールシク大衆動員。新約聖書にはいくつかのオイルランプへの言及がある。聖教会、および多くの東方天霊カトリック教会では、今でも宝座の上に据えたり、イコノスタシスのイコンや、寺院の周囲を照らすためにオイルランプを使う。聖教会の信者、 家の遺梱棚を照らすためにもオイルランプを使用する。伝統的に、聖教会の聖域ランプは、オイルランプである。教会が性別されるとき、それは司教によって灯される。そして、理想的には、その後永久に燃えされるべきとされる。これらすべてのランプで使われるオイルは、伝統的に、オリーブオイルである。オイルランプはまた、新約聖書全体を通じて10人の所女たちの例えを、 含め、象徴として参照されている。ポバイ・ビラク、タミルナード州の、擬人化真鍮製オイルランプオイルランプは、ヒンドゥー寺院や本殿で、よく使用されている。一般に、寺院で使用されるランプは、円形で、五神にしつらえられる。金属で作られ、鎖で吊り下げられるか、台座にねじ止めされる。通常、角度には少なくとも一つのランプがあり、本殿には、 複数のランプが置かれている場合もある。通常、闘神一つだけを使って点灯し、五つすべて使うのは、祭示の時だけである。オイルランプは RT の儀式で使用される。本源では、ランプの形式は通常のものと異なり、芯は一つだけである。通常、ランプの背面は形成された金属片があり、そこにヒンドゥー教の神々が透かし彫られていた。 多くの家では、ランプは終日燃やすが日没時に点灯する家もある。本殿のランプは夜に他の明かりをつける前に点灯することになっていた。手持ちのオイルランプ、または線香はヒンドゥー教のプージャーの儀式でも使用される。インド北部では五神のランプが使用されており、通常は燃料にギーが供給される。特別な場合には他の様々なランプが プージャーに使用される場合がありる。最も成功なものは何、相うの芯を使う。南インドでは寺院や伝統的な儀式で一般的な何タイプかのオイルランプがある。小型のものは穀物にも使用される。ディーペラクシュミー・クンバコナムのオイルランプマレーシアのプタリンジャヤの伝統的な中国の祭殿とオイルランプ伝統的な中国の祭殿では神々の像の前、または 漢文で神の名を示す、飾り板の前にオイルランプが灯されていた。このようなランプは通常透明なガラスで作られ、油で満たされており、下に水が入っていることもある。芯を含むコルクまたはプラスチックのフローターを油の上部に置き、芯の底を油に沈める。このようなランプは再ンで燃え続けており、詩人のものも公共のものもある。 高野線香を、ランプから火を取る。アザラシオイルランプはザラシオイルランプは、木材がなく、希薄な人口がほぼ全てアザラシに依存している、厳しい北極圏の環境で、暖かさと光を提供した。このランプは、犬とゆっぴく、その他のエスキモーにとって、最も重要な家具だったランプは、石で作られ、ランプのサイズと形状は異なる場合があるが、ほとんどが楕円形。 または半月型だった。通し身は、ほとんどが乾燥した苔、またはコットングラスでできていて、ランプの円に沿って証明されていた。厚切りされたアザラシの脂肪を、ランプの上で溶かすことで、より多くの油を供給できる仕組みになっている。ワヤナード、ケララ州、インドの寺院のランプ D ワーリーに使用される、素朴な土製オイルランプ伝統的なインドの陶器のオイルランプ、または、 ディアベーダ時代には、すべての世帯で火が何らかの形で生き続け、新しい場所に移住する際にも運ばれた。その後、家庭や宗教建築物では、火はオイルランプによって確保された。長年にわたり、様々な儀式や習慣がオイルランプの周りに織り込まれていた。ディープダーン、ランプの贈り物は、今でも最高のダーンである。結婚式の間、 その家庭の未婚者は、新郎新婦の後ろに立ち、悪を追い払うためのオイルランプを持っていた。オイルランプの存在は、儀式の信仰上の重要な側面であり、神に捧げられた。タミルナード州のタンジャーブールにある大きな寺院が1010 10年に建てられた時、寺院に照明を提供するために行き届いた装置が取られた。領地が、この唯一の目的のために寺院に寄贈。 または占有された。それらの土地からの収入が、照明用の油を提供することだけに使われた。18世紀、または19世紀のゲ油ランプ、鉄と綿の新ンウィキメディアコモンズには、オイルランプに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。